感染拡大地域との往来は自粛してください。皆さんこんにちは。ご対応のほどお集まりいただきましてありがとうございます。ただいまから令和3年第3回臨時会告示日記者会見を始めます。はじめに市長からご挨拶を申し上げます。はい、皆さんおはようございます。臨時の記者会見ということでお願いをいたしました。今司会の者が申し上げましたように、第3回の臨時会の告示日の会見ということでありまして、本日8月2日に臨時議会をお願いするということで告示をいたしました。その内容につきましてはちょうどご説明いたしますけれども、その前提となるものとして、6月から7月にかけて、行いました、簡易検査キットの無料配布による水際対策事業、この事業についての報告をまずさせていただきたいと思います。でその上で、それに基づいて、今回の臨時会でお願いをする補正予算の内容に入っていきますので、まずその事業の報告をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。本日は監修をいただきました飯田市会の原石医師会長にもご同席をいただいております。後ほど、まとめにつきましてご発言もいただきますけれども、まずは、申し上げましたように水際対策事業の報告をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは、早速各うちの抗原定性検査機、抗原定性検査簡易キットを活用した水際対策事業につきましてご説明、ご報告をさせていただきます。まず最初に、田中危機管理室長から説明をします。はい、おはようございます。危機管理室長の田中でございます。よろしくお願いいたします。ただいま市長の挨拶にもありました通り、飯田市の方では、6月の21日から、7月の16日までの間、新型コロナウイルス感染症の水際対策といたしまして、簡易検査キットを使った社外実験を行っております。他地域との往来があった方で希望される方にを基準としまして、簡易検査キットを配布し、検査いただいてアンケートにお答えいただくという、こういった社会実験でございます。でこの度、そのですね、事業の報告書がまとまりましたので、その要点について、監修をいただきました飯田医師会の原医師会長の方からご説明をいただきたいと思います。でその後、この事業全体について、それから今後の事業展開ということで市長からご説明をさせていただきます。原医師会長におかれましては、飯田市のコロナ感染症対策専門家会議のメンバーといたしまして、さまざまなアドバイスをいただいてまいりました。国内のコロナウイルスが変異株に置き換わる中で、水際対策の重要性を前々から指摘をされてきたのが原医師会長さんでございます。今回の事業には企画段階から携わっていただいておりますし、報告書の監修も担っていただいているということでございます。もともとに配らさせていただいておりますけれども、報告書の方は医療の専門的な内容も含んでおりまして、結構厚いものとなっております。本日、時間の関係もございまして、要点のみの説明とはなりますけれども、会見終了後にしっかりとご指導をいただければありがたいというふうに伺っております。それでは原医師会長、よろしくお願いしたいと思います。飯田市会の原正弘ですけれども、中間報告書の説明をさせていただきます。今、田中室長から説明あったように報告書自体は相当分厚いです。分厚いですので、1ページ目にですね、まさに要約という形でまとめさせていただきました。一言で言ってしまうと、読んでいただければ分かる読んでいただければ分かるですね。読み上げますので、聞いてください。要約、新型コロナウイルス感染症の特徴は潜伏期から十分な感染性を有するので、クラスター化する危険性が高く、無症状や軽症のケースも少なくない。一方で高齢者では重症化や死亡のリスクが格段に高く、若年者であっても後遺症に苦しむケースがあるという点である。一つの行政単位としての市町村や二次医療圏を等感染症から守るためには、当該地域社会に当感染症を持ち込まないということに尽きる。持ち込まれた場合は早期の隔離により感染拡大を未然に防ぐと同時に、感染者の治癒を待つ以外に方法はない。
すなわち地域社会の感染リスクを最小化するには持ち込みの可能性が高い集団に対して持ち込みの確たるタイミングで検査を実施し、潜伏期のウイルスキャリア、見えない感染症を早期に検出して自発的隔離へ導くことができたなら現実の可能性は高いと考えられる。その可能性を検証し地域社会を守る手法を見出すために、飯田市は率先して当社会実験を行うに至った。アンケート結果からは以下のような考察を導いたというような、あの冒頭 の、 あのイントロダクションがありますけれども、ここで述べたいのはですね、この国は基本的に検査は有症状で、症状が現れてから、でそれはですね、何を意味してるかといったら医学的な検査です。すなわち症状が現れて医療機関を受診する、その時にはその疾患を鑑別診断しなければいけませんので、医学的検査として PCR、 皆さん方 もあの耳にタコになったと思いますけど、そういう検査が実施されて陽性となれば、感染者ですね。でそれは今まで行われてきたんですけれども、では症状が現れていない無症状の方々、無症状の場合には大きく2つあります。無症状のままずっと症状が現れないでいつの間にか治ってしまったという方と、無症状の期間があってその後発症した、すなわち無症状期間がいわゆる潜伏期ですね。無症状といった場合にはずっと無症状であったアシンプトマティックと、それからこれから発症するというプレシンプトマティック、その2つが無症状の状況なんですけども、無症状の方に対する検査は基本的に医学的検査の中には含まれてはいませんが、では無症状の方を検出する場合には何ができるかといったら、一つはいわゆる検疫です。行政検査、どこかで陽性例が出てその方々に対して保健所が検疫業のコンタクトトレースをやって、いわゆる濃厚接触者になった方々に行政検査としての PCR 検査をやりますので、その条件の中で無症状者から陽性者が出るということができません。ですがそれ以外に無症状の方々を捕まえることはできるのでしょうか。今まで論文で、世界中の論文で報告された結果、今理解されているのは陽性者、感染者が100人の感染者がいたら、その全ての感染者が他の方々に移しているのではない、100人の感染者がいたら他の方々に移しているのはたったその10分の1ということが明らかになってきています。すごいと思いませんか。たった10分の1、その10分の1の中で有症状の方々が他の方々に移すというのはやっぱり10分の1、まあ、正確には 14% というような数字が報告されていますけれども、では無症状の方々が他の人たちに移すというのも10分の1なんです。当検疫を考えてみたときにとっても分かりやすいと思います。この検疫は基本的に陽性例の各地検出は持ち込みないしは持ち帰りしかありませんよね。でその持ち込みないしは持ち帰りをされた方々は最初はもちろん無症状でした。それから有症状になって病院に受診して、ないしは検査センターで陽性確認がされるわけなんですけども、その人たちが他の方々に移して、現実的には今年の1月ですよね、大規模なあの感染拡大が当県にも現れたわけですけども、やはりその方々が他の人たちに移していたのは、例えば夜の街でその症状が現れる前です。潜伏期間の時に多くの方々に移している。すなわちこの感染症は、私がよく使うことですけど、ステルス攻撃がとっても上手なんです。すなわちそのステルス攻撃をされている時に、見つけ出すということが非常に重要になってきます。つまり無症状の方々に検査をするということです。でも無症状の方々、姿勢街の中を皆さん歩いてますよね、そういう方々に手当たり次第に検査をするのかといったら、それではあまりにも効率が悪いです。ですからこういう検疫に対してはやはり持ち込みないしは持ち帰りのタイミング、すなわちその方々は感染確率として、事前確率は明らかにこの検疫の中にずっといる方々よりは高いわけですから、そういう事前確率の高い人に対して、それも無症状で病院は受診しません、そういうタイミングで検査をしていけば
人に移す前に、松岡保健所長がいらっしゃったら必ず言うことはですね、早く見つけて早く隔離が実現できるわけです。という意味で言いますと、この検疫をやっぱり徹底的に守るっていうシステムを作る上は、水際対策事業というのが非常に重要になってきて、その中でもそういう、感染流行地からこの検疫へもう入ってくる人、ないしは行って戻ってかれる方、そういう方々をターゲットとして、事前確率が高い状況の方々ですよね、そういう方々に検査を、タイミングで、いいタイミングで、そのあと流行地に行ってきたというのは感染暴露したということですので、暴露したタイミングから、まあ、大体3日ぐらいとかですね、そういうタイミングで検査をしていただくと。しかしながら1回の検査でなかなか捕まえるということもなかなか難しいので、最初やったらまた3日後ぐらいで2回割れていけば、これはおそらくは完璧なんでしょう、まあ、ということを、このイントロダクションのところで書かせていただきました。で、こういうイントロダクションがあって、果敢に飯田氏は社会実験として医学的検査ではなくて社会的検査ですね、社会実験としてチャレンジをしてくださったわけです。5000キットを準備しまして、配布されたキット数は4900運十ですので、ほぼながら備蓄指令とか用意した、キットは、手を挙げてくださった集団に対して配布をいたしました。では、残っている部分もちょっと読み上げますけれども、最初のことですね、自己検体採取以降のキットの取り扱いの完成度は高いです、検査判定不明という回答は 0.9%、 逆に言うと 99% 以上はですね、検査判定はしっかり出たということですので、キットの取り扱い自体はうまくみんなやってくださった、一般人の方々がマニュアルを見ながらうまくやってくださった。しかし自己検体採取主義、検体を採取するということですね、自己検体採取主義は自体は難しいとの回答は意外と少なくて 2.8%、 簡単普通との回答は 74.8% もありました。とはいえ検査精度というのは検体採取に大きく依存します。すなわち採取したつもりでも上手に検体が採取されていなかったら、それは見逃しになってしまいますので、これはシステムの設計の根幹となるので、さらに自己検体採取の完成度を高める介入が望まれますと。この報告をですね、医師会の理事会にも、狂乱させていただいて、ディズの先生方がご意見をいただきました。やはり多くの先生方がですね、気にされる部分は自己検体採取というのがちゃんとうまくできるのかという部分でしたので、やはりここをですね、しっかりと、参加してくださる方々には伝えていくことが必要だと思います。次のポーズでいきます。 93.5% が安心、少し安心と回答をしてくれました。すなわち今回の社会人権に参加することで安心という回答が 93.5% もありました。これは社会心理面での有効性を示唆しますが、一般住民が陰性だったよという結果に安易に安心する姿勢は逆に感染拡大を助長する懸念も生じるため、検査結果に関わらず少なくともエピソードがある、すなわち流行地との往来があったというような場合は、陰性であっても守るべきルールは必ず守ってくださいという指導が必要で、自発的隔離への誘導の在り方の検証が望まれると。で、僕もですね、やっぱり、医師会の理事幹事の先生方からはですね、陰性っていう判定が出ても、確実にその陰性判定っていうので、ね、抗原定性検査ですので、それはなかなか信頼性、どこまで信頼できるかっていうところがあります。それから検体採取がうまくいったのかっていう部分もありますので、そこは陰性が出たからといって逆にそこで、俺は大丈夫だったんだということで社会活動にですね、フルに参加されてはやっぱり困ると。やっぱりエピソードがあった、流行地に行って戻ってきたと言ったら陰性判定であったとしても、ある程度の、ルールは遵守、冒頭で申し上げました、この感染症は100人いたら他の人方に移しているのはたった10分の1なんです。ということは危ないかなと思った方々が他の人方に移さない努力をですね、最低1週間ぐらいはやってくださったら
もう仮にその方に、仮にですよ、ウイルスがいたとしても他の人にうつすほどのウイルス量にはもうなっていません。ウイルスがどんどん減ってきますので、あくまでも一般論ですよ。ですのでやはり、エピソードがある場合にはしっかりとルールは守るんだと。それはさらにこういう社会実験をやる中で、逆に社会実験をやるからこそ一般の方々にこういうルールが大切なんだよということをお伝えしていると。県も国も、一般的なルールをですね、広報していますよね。だけどもその一般的ルールの意味合いというのを純粋にどこまで理解できているのかといったら、なかなか難しいところもある。だからこそこういうような、検査をするという意味も含めてですね、一般的なルールを守るということをさらに強く、理解していただける大きなチャンスだとも思います。次のポツへ行きます。当社会実験に参加した募集団は飯田市の人口の約100分の1、アンケートに回答してくださった人数が総数が1014名ですので、まあ、なかなか100分の1の規模です。で、自発的検査に対する意識は、この集団はですね、自己検査を行いたいと回答した方はですね、手を挙げてくださったので当たり前でもありますけれども 95% です。ということで、やっぱり100分の1の人口規模を対象にしたんだけども、自発的検査に対する住民意識というのは高いんだろうというふうに考えられます。同時に、このような方々は感染流行地行ったり来たりする方々というのは活動も高い住民です。したがって感染流行地を往来する住民に同様な意識があると仮定した場合、課題を整理してさらに社会実験を重ねれば、住民の自発性を利用した水際対策の有用性が証明される可能性はあるだろうというふうに飯田市会でも判断をいたしました。ここまで良さそうな話をしてきましたけれども、やはり、この社会実験をやって、アンケート等集計をした結果、当然のごとく飯田市は果敢にチャレンジをしたんだけども、チャレンジをした結果、やはり課題も見えてきました。それが最後です。事業期間が限られると、6月の中旬から7月の中旬ぐらい、まあ、1ヶ月間ですね。事業期間が限られる中、アンケートの回答率は個人では 72.4%、 一般的なアンケート、行政が行うアンケートの回収率は 50% ギリギリいかないぐらいだというふうにお話を聞いてますので、そういう意味ではやっぱり個人の方々、自発的検査に対する意識も強い方々ですので、やった結果をですね、返信するという行動もですね、しっかり取ってくださっていると。 4分の3の方々がそういう行動を取ってくださったと思うので、それは優れた結果でしたというふうに評価をします。しかしながら、団体の回答率は88団体で、そこからその団体所属の方々やに何人ぐらいの方々が参加されたかというと、一応ですね、1400人弱です。で、それだけの規模が団体、88団体にはあったんだけども、回答率が 17% と極めて低調でありました。並びにキットの利用率は、期間が1ヶ月しかありませんでしたので、結果的にですね、この1ヶ月間になかなかキットが全部使われなかった。で、個人で 33%、団体で 25%。と両集団ともに、キットの利用率はやはり低かったです。で、未使用キットも結果的にですね、集計した結果3400台ぐらいまだ使われていないと。逆に言うと皆さん地域に備えて備蓄をされている可能性も高いとは思うんだけども、決して無駄には自発性検査に対する意識がとても強い集団ですので、決して無駄にされるというふうには私も個人的には想像はしませんけれども、社会実験の期間、1ヶ月の期間の中では、まあ、5000キットをですね、使い切るような、システムにはなっていなかった。という点は、大きな事業課題として改善が求められるというふうに、飯田市会としても答えを出させていただきました。私からの説明は以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、市長の方から今後の授業につきましてパワーポイントを使って進めさせていただきます。はい、それでは私の方からパワーポイントを使って説明をさせていただきます。まず今原医師会長からご説明いただきましたけれども、この地域医師会、原医師会長をリーダーとして医師会の皆さんに本当にこのコロナ対策にご協力をいただいておりました。
おります。引き続きですね、引き続きご協力いただいておりまして、本当にこのことについて感謝を申し上げたいと思います。また保健所長の松岡先生にもですね、いろいろなご指導をこの飯田市の専門家会議でも賜っております。検査体制の確立、そしてそこから疫学調査から検査をしてスピーディーに関係者を捕捉するという、この体制がこの地域で確立できているのも松岡先生という、リーダーがいてくださったからだというふうに思っております。松岡先生、原先生という2人のリーダーがいてくださっていることに改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。で、私の方からパワーポイントを使って説明をさせていただきます。少しおさらいも含めてお話をさせていただきますが、まず今回の社会実験に取り組もうと考えた背景です。これは報告書の中にも詳細に書いておりますが、外国ではですね、住民に対しまして検査キットを無料で配布をして、頻繁に検査を行う、こういったことが一つの感染拡大抑制あるいは経済の再生、この手段として取られております。で、先ほど原石会長からもご説明があったように、この新型コロナウイルス感染症については無症状の感染者が感染を広げている可能性が指摘されておりまして、その感染者のおよそ3割から5割程度が無症状のまま、あるいは無症状期間において感染を広げている可能性があるというふうに指摘をされております。で、最後ですね、有症状者も発症日までに他者へ移してしまうことが多いというふうな指摘があるというわけであります。で、この地域においての水際対策の強化ということですけれども、これも今原会長の方からご説明いただいたように、この地域の過去のいずれの感染でもですね、地域外からの持ち込みというふうに判断ができるというものです。で、今感染力の強い変異株がどんどん拡大しているという中で、地域外との往来に対する水際対策の強化ということが専門家会議から強く求められているという状況にございます。で、一方で PCR 検査につきましては頻繁に行うことは非常に難しい。これは価格の問題もあるし体制の問題もあります。頻回で行うことは難しいということで、今回簡易検査キットを使って、社会実験を行うということにいたしました。で、課題ですけれども、日本という、国全体を言いますと、無症状者に対しての検査、あるいは個人がその検査を行うということについては、推奨してこなかったということがございますので、先ほど、医師会の中からも指摘があったということですけれども、個人がちゃんと検査をできるのか、正しく行えるのかというご指摘、それからその結果として偽陽性が出て、その結果として検査体制が混乱したり逼迫したりするんではないかという指摘もあったということであります。それからじゃあどのタイミングで誰に検査をするのかということが必ずしも整理をされている、あるいは簡易検査というのがどのくらい社会に受けられるのか、あるいはその効果がどの期間ほどなのかとは発見していない、そういうことで、この社会実験を行うにあたっては課題もあったということであります。で、今回、5000セットを無料配布ということで、個人が検査を行うということでしたので、そのやり方や留意点については、説明書も配布しましたし、ここには書いてありませんけれども、動画を用意をして、この動画を見ながらやってくださいということをでご説明をいたしました。で、地域外との往来をした後3日後を目安として検査を行ってくださいということ、それから検査実施した後にはアンケートによって、感染拡大抑制の課題可能性を整理しようということでアンケートをお願いをいたしました。で、結果です。今ご説明もいただきましたけれども、個人が検査を正しく行えるのかという意味では、十分行えたのではないかというふうに判断をしております。判定不能という形で回答があったのは 0.3% ということでありました。ただもちろん、その中には、十分検体が取れていなかったということが
含まれていた可能性もあります。ですのでこれは引き続き課題だというふうに認識しています。それから偽陽性の発生頻度、今回まあ陽性という判定が検査キットで出た人はいませんでした。したがってこれによって水際対策として捕まえることができたかっていうのはわからないという状況です。ただ偽陽性という形で、検査キットの方で、偽陽性の判定をというか陽性ではないのに陽性の判定が出て、検査機関の方にご迷惑をかけるというような例が頻発するのではないかという心配に対してはそれはなかったというふうに考えています。それから、検査のタイミングについてはですね、往来をした後に検査をして安心できたということで一応設定とこちらの意図した対象者にやっていただけたかという意味では良かったのではないかというふうに思っています。それから簡易検査に対するニーズや効果ということですけれども、ぜひ今後もやってほしい、やりたいというふうに回答してくれた方、必要な時にぜひこれを使いたいというふうに回答してくれた方が 95.2% ということでしたので、これは非常に高いニーズあるいは社会的な効果があったのではないかというふうに判断をしております。でここから少し込み入った説明をさせていただきますけれども、この図が今後何回か出てきますので、ちょっと最初に見方を申し上げておきたいと思いますが、これは暴露、感染する状態になったときから、何日目かということをこう丸で示しておりまして、この丸が濃いときが、感染、力が強い、人に感染する可能性が高い状態というのを示しています。ですのでこのでいくと暴露してから4日目あたりからこの人に感染させるだけの、感染力を持った状態にあるっていうことをこの黒丸は示しています。で、この図1はですね、全国的な傾向よくあるケースというふうに見ていただければいいと思うんですけれども、暴露してから5日目に発症することが多い。もちろんばらつきあるわけですけれども、そしてこの発症してから受診検査をし、その後陽性が判明する7日目ぐらいに判明するという、こういうケースが非常に多いのではないかというふうに図示をしたものであります。でこう言っている根拠と、この図を作った根拠ということになりますが、これは国のアドバイザリーボードの資料からです。発症から診断までの日数の中央値ということで、全国平均従来株変異株の合計も変異株陽性者についても6月のケースを見ると2日かかっている、そういうことになります。発症から死んだ日ま で一方この青い枠の中がこの地域の状況ですけれども、飯田市門では当日検査を行っている医療機関も多い。そして飯田保健所に相談すれば地域外来検査センターで午後から検体採取して、その日のうちに夕方には結果が判明すると、そういう検査体制ですので、全国平均は2日ですけれども、飯田市門では即日その日のうちに、判定が出るという、検査体制を敷けております。でそれを、もう一度この図で、おさらいしますと、有症状が出るっていう方が、5日目に発症するわけですけれども、その発症をしてから全国平均2日で、診断が下る、陽性が判明する、そういうことなので、可能性としては発症をする前にすでに他者に、暴露というか感染をさせてしまって、またこの人が5日目に発症するとしてもまたその前に暴露してしまってと、そういう感染の連鎖、これが起こっていくことを防げていないのではないかということです。で、赤字にあるように当検疫では検査当日に結果が判明していますので、
これがより前に判明しているということはあり得るわけですけれども、この発症前にこれを防げているかというと、これは限界があるということになります。で、これは和歌山県の方でまとめていただいた資料で非常に興味深い資料ですが、他者に感染させたと思われるタイミングを統計的に推定するとということです。和歌山県の方で取ったデータでは、この発症当日っていうのは、まあ要するに、暴露から4日、暴露から1、2、3、4、5日目ってことになるわけですけれども、まあ、ここで感染させている人ももちろん多いわけですけれども、それよりも1日前、ここでもうすでにこれだけ人に移してしまっている。こういうのがもうデータでも明らかだというわけです。従って、従ってというか、この赤いラインは、飯田市の方で入れていることですけれども、発症してから PCR 検査して隔離をするという状況だと、ここのところは、まあ、防げていない、感染拡大を防げていないということになります。で、逆にこの発症すると、検査によって隔離されるということもありますし、先ほど原先生からあったように自己隔離、自分でうつさないように、外出を自粛しましょうということも含めて働く結果、感染させたと思われるタイミングとしてはここからとはもう減ってしまう、減ってしまうというか減ってますということなんで、やはりここを何とかしないと感染拡大というのは防げないんじゃないかというふうにデータからも推察されるということです。それでまた再びこの図ですが、下に注意書きもありますので見ていただきたいんですけども、国の方で出している感染症診療の手引きでも無症状者の割合は 30% 程度あると推定しているとも明記されています。で、そういう中で、現在の日本ではですね、無症状の方を有症状の方の検査によって捕まえて、そこから疫学調査、保健所等でエピソードを調べて、接触者を調べて、そのエピソードのある人を調べた結果として、この無症状の方を捕まえてはいますけども、その人が、まあ、無症状であるがゆえに捕まれる前に他の人にどんどん移してしまっているということは、これはもう防げてないということです。で、有症状の人は、まあ、そうは言っても、隔離をしたり自己隔離をしたりするわけですけれども、ここの人たちはたまたまこういう形で、濃厚接触者などで捕まえられた方はいいですけれども、そうでない方については全く、まあ、隔離できていない、感染を防ぐという行為を取れていない、まあ、そういう状況になっているわけです。で、マリオンの図ですけれども、そういう意味では有症状の方の無症状の段階、あるいはそもそも症状が現れない、こういう方が人に感染させる前の段階、症状が出る前に、あるいは人に、無症状の方の、人に暴露させる前に簡易検査で探知をし、隔離をできないかというのが今回の、まあ、社会実験ということになります。これ改めてということになります。そういうふうにご理解をいただいた上で、もう一度和歌山県の別のデータです。感染者の暴露を受けてからの発症日、これは3日後に
ピークがあります。もちろんその前から発症するという人もいますし、それより後に発症するという人もいますけれども、今回まあ、後ほど説明しますように、1回目の検査では、まあ、3日後を目安に検査してくださいと申し上げて検査をしていただいたわけですけれども、なんで3日後なのというのは、まあ、こういうデータでも一つ検証できることなんです。このどこにピーク当てるかというのはありますけれども、ここにピークが来ている、この3日を目安にして、簡易キットでも十分感知可能な、感染量の状況があるだろうというふうに推定をして、3日目ということを目安にして、簡易検査でのキットをお願いしているということです。で、加えてデルタ株は、感染力が従来株に比べて 1.4 倍というふうに、言われていると思いますけれども、これも国のアドバイザリーボードの資料ですが、首都圏での推定ではもう7月末から8月頭にかけて8割程度はもうこれに置き換わっているでしょうというデータが国から示されています。で、下の近畿圏、大阪、京都、兵庫ですけれども、これは幅を持って推定されてますけれども、早晩同じ状況になるだろう。そうだとすれば、この感染力の強いデルタ株、簡易検査キットでも十分、補足が可能なだけの感染力を持っているデルタ株をやはり、水際対策として簡易キットで捕まえられないかということが、ますます必要な状況に今あるのではないかというふうに考えております。したがって今後の取り組みということになりますが、そういうわけで社会実験の第2弾、社会実験2として、水際対策を実施をし、実際に簡易キットで、無症状の方、あるいは有症状になるんだけれども無症状期にある方、これを捕まえたいということです。で、今回、2回目に向かうにあたって、効果が高くより安価なキットというのを探しました。そういった中で今回は1個あたり750円で購入できるキットが見つかりましたので、十分な検査能力があるものとしてこれを使いたいということであります。この安価であるということも非常に、まあ、ポイントの一つだと私は思っています。先ほど PCR 検査、この検疫で言えば1件1万6000円かかるわけですけれども、それが750円で、まず補足が可能だとすれば、非常にこれは有効な、社会的な検査になるというふうに思っています。そしてこれは、この言い出しだけで、やるということではなくて、今後各地方都市で、こういったことを、導入していただければより、効果が高いのではないかということで、ぜひ他の地域でも検討していただきたいというふうに考えております。そういったわけで、まあ、ここの呼びかけはそういった皆さんに対してですけれども、中間報告等の資料をぜひ読みたいという方については飯田市の方に問い合わせてほしいというふうに、これは他の都市にも呼びかけていきたいと思います。で、この事業の社会的価値ということですけれども、地方都市の水際対策としての可能性は十分というか非常にあると私は思っています。それから、先ほど来、図で説明しましたように、無症状者あるいは無症状期にある方が感染を広げているということについて、これまで手を打てていなかった、そこに、対する対策として可能性は十分あるのではないかというふうに考えています。それから、検査を、まあ、希望する方々非常に多いというふうに思います。特にエピソードがある方はそういうニーズがあるということだと思いますので、そういう方々に検査機会を提供することができる。そして、その方々の社会的な不安を緩和する効果はあるということであります。この点については先ほど原会長からも指摘があったように、過度にこれを安心材料として使われることによる懸念というのがありますので、ここは十分注意しなきゃいけませんけども、
不安でいたのが簡易検査キットで、陰性が出たということで心理的な安心を得られるというのは一つの効果であるというふうに思っています。それから最後、この検査を拡大することで、住民の皆さんの、活動の自由度あるいは経済活動の拡大が図られる可能性もあるというふうに思います。これはもちろん今の繰り返しになりますけれども、一定の行動抑制を、セットで考えなければいけないという前提はつきますけれども、今まで過度に、萎縮していたものが、そうではない可能形で、社会活動が再開できる可能性は十分あるというふうに思います。で、今すでに申し上げましたけれども、懸念材料も当然ございます。簡易検査の結果を、誤って理解をして、陰性だからと自由に、振る舞うことで感染を拡大してしまう恐れはないのかというご指摘は当然あると思います。したがって今回、社会実験の第2弾ではですね、1回の検査だけでは、数日後に陽性となる可能性があるということで、帰省あるいは往来のエピソードになってから2回検査を行うということを標準として、社会実験 についてはやっていこうというふうに考えております。合わせて、そうは言ってもこれは、絶対的な結果ではないので、陰性であっても安心をしすぎない行動という注意喚起を合わせて行う。これは原会長からのご指摘、医師会からのご指摘の通り、しっかりやりたいということであります。というわけで、新型コロナウイルス対策の、提案ですけれども、1から3まではもう従来から言われていたこと、そして4の換気を徹底しようというのは感染力の強い、変異株に対して、換気をすることが有効だということが言われてきました。これに加えて、第5弾として地方都市の水際対策としては、往来後に2回検査をするということをやりたいということであります。長く検疫外に暮らしている方が、帰省をする、そういうケースについては、どこで暴露しているかは全く読めませんので、帰ってきてすぐに一度検査をし、仮にその帰ってくる過程のどこかで、暴露していること可能性もないとは言えませんので、さっき言った3日後をピークというふうに考えると3日後のところでもう一度検査をする、こういった形で、より、補足する可能性を高めていく。で、同じように旅行出張もありますが、日帰りの場合はもうその1日の間にどこかで暴露としたとしても3日後のピークのところで捕まえればいいので、この1回の検査でもいいですが、そうではなくて複数日、旅行したり往来したりしたという場合には、先ほどの帰省の場合と同じように、帰ってきてすぐに一度検査をして72時間後にもう一回検査、こういうパターンで、今回社会実験については、やっていただくということにしたいということであります。はい、というわけでですね、個人の対策、企業の対策、これまでもやってきました。それで国の方もまん延防止等重点措置や緊急事態宣言を行ってきましたけれども、それに加えまして、今申し上げた往来後2回検査という検査の拡充、そして今進めているワクチンの接種、それで3つ目は、国の方にお願いしたいことではありますけれども、かかった時にはこれで治療ができるという、薬を、早く、許可をしてほしい、そういうことも含めて、さらに一歩進んだ対策をしてみんなでウイルスに立ち向かっていこうと、そういうのが今回の飯田市からの社会実験のご提案といいますか呼びかけであります。このような形で、社会実験の第2弾を行うということを、第2回の失礼第3回の臨時議会に補正予算として図りたいということでございます。私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは最後になりますが、ただいまの市長の方からもありました、社会実験の2ですね、第2弾、こちらの方具体的にどういうふうにやるかというのを説明させていただきます。資料の方はお手元に配布しました A4 1枚のですね、抗原定性検査、簡易キットを活用した水際対策事業という資料をご覧いただきたいと思います。
表面は、これまでの取り組みということで、ただいま説明のありました1回目の、社会実験、こちらの方のについての説明も載っております。それからその結果については、考察力検証ということで、報告書の方をご覧いただきたいということが書いてございますので、そちらの方はよろしくお願いしたいと思います。具体的な内容につきましては、2面、2ページの方になります。社会実験、2の実施ということで、一昨日7月26日の日ですが、コロナウイルスの専門家会議を開かさせていただいて、この報告書の内容についてご検討いただきました。その中で、やはりこの事業につきましては、継続して行うべきだろうというようなご意見をいただいておりますので、社会実験2ということで実施をさせていただくということでございます。で、具体的な方法でございますけれども、その中間にあります受付期間ということで、8月4日から受付を開始いたしまして、こちらの方の配布を開始させていただきたいと思います。その一つ上に配布個数より種類とありますが、そこにちょっと2万個と書いてありますけど、これはちょっと曖昧でございまして、2万4千個を予定しております。で、先ほども、市の場から説明がありましたけれども、厚労省の認可された医薬品でございますけれども、安価であって、専門家のその性能を認めておる一般向けのキット、こちらの方を使って、実施したいというふうに考えております。やり方としましては、同じようにネットまたは申し込み書等によりまして申し込みをいただいて、郵送等により検査キットを受け取るということで、検査終了後アンケート用紙にご記入いただきまして返送していただくということであります。で、予算はそちらに記載の通りでございます。基本的に、やっていく内容は同じなんですけれども、個数と期間が、年度末、3月までを予定しております。こういった形で実証していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。危機管理室からは以上といたします。はい。続いて、関連がございますので、括弧2の提出期限について、総務からご説明申します。はい。総務部長の桜井と申します。よろしくお願いします。それではお手元の、令和3年飯田市議会第3回理事会まとめ、8月2日提出文をご覧ください。今回の提出案件は、報告案件2件、予算案件1件の計3件でございます。最初に報告案件についてご説明をいたします。報告第32号は、損害賠償の額を定める、専決処分を行ったことについて報告をするものでございまして、令和3年の4月28日に松尾の被災付近の国道151号の、信号機のない交差点を走行中に、左方面の一時停止標識がある市道松尾233号線を直進してきた相手方車両の右前面に衝突し、相手方に損害を与えたというものでありまして、自動車事故による、物的損害にかかる賠償額、当方の過失割合は1割であります。19,835 円と定めまして、令和3年6月29日に専決処分を行ったものでございます。次に、報告第33号でございますが、同じく、損害賠償の額を定める専決処分を行ったことについて報告をするものでございまして、令和3年の4月10日に、金井キリー市の市道 1-27 大休み妙金線の、市道上にできた側溝の段差に、相手方車両が接触しまして、タイヤとホイールを破損する損害を与えたというものでございまして、市道管理の瑕疵による物的損害にかかる賠償額、当方の過失割合は3割でありますが、31,209円と定めまして、令和3年6月14日に専決処分を行ったものでございます。最後に予算案件の議案第66号につきましては、この後財政課長の方から説明をいたします。私からの説明は以上でございます。財政課の佐々木と申します。よろしくお願いします。では私の方から令和3年度一般会計補正予算第4号案について説明をさせていただきます。補正額につきましては2915万円の増額ということであります。内容は、抗原定性検査簡易キットを活用した水際対策事業ということでありまして、歳入では繰越金として、歳出では、衛生費として、2915万円それぞれ増額を計上してございます。内容につきましては、先ほど申し上げて説明した内容の通りでございます。以上でございます。はい。以上、ご説明を申し上げました。このことにつきまして、記者の皆さんからご質問を受けたいと思います。ご質問ある方は挙手をお願いいたします。はい。警部さん。
飯田ケーブルテレビの清水と申します。お世話様になります。確認なんですけれども、今回の社会実験2の方も利用者無料でできるのかということと、前回は個数がお一方4個まで無料という制限があったかと思うんですが、そこはもう決まっているのであれば教えていただければと思います。はい、今回、社会実験2の方も、無料で配布するとここが決まっております。1年に対してどのくらいということを今の手で検討していますけれども、1月で、1人4までというような格好にそのいいかなというふうに今現在検討中でございます。そんな格好になるかと思います。ありがとうございます。もう一点すみません、今回の検査キットが750円で安価ということだったんですが、すみません、前回の時は1つおいくらだったのか教えていただけますか。前回使いましたものは定価でいきますと1200円のものという形でありますね。それで今回の方が安価です。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。はい、松下さん。朝日新聞の松下です。お願いします。まず社会実験のこの評価なんですけれども、これがうまく機能すれば大変効果的だということは理解できるんですけれども、今回のその社会実験の、まず使われたキットの数が配布した数より相当少なかった。なおかつその返ってきたアンケートの回収率みたいなものもあると思いますし、それから陽性が全くなかったというようなことで、そのあたりでこの1ヶ月ほどのこの実験を効果が十分あると評価できるのかどうか、もう少しそのあたりをちょっと説明いただけないかなと思います。はい、まず、陽性者がなかったというのは、そういう時期であったのかもしれないと思います。実際この期間中に飯田保健所管内で陽性で判定された方は1名のみでしたので、十分な検査結果が得られなかった状況を大変に思っていますので、この、検査社会実験によって、陽性、さっきの無症状だけれども陽性という方を、捕まえられるのかどうかということについては1回目の社会実験だと、判定ができないという状況だと思っています。で、利用個数あるいはアンケートの返信については、十分でない点があった、あるいはその考慮すべきこととして、2回目以降、8月以降に無料配布がないだろうという心理が働いた結果として、その時のために取っておきたいということが働いて、利用期間中には、利用せずに取ってある人が、推定されると、そういうことではあるので、そこのところは1回目の社会実験の評価としてはですね、少し2回目以降に向けて考えなきゃいけない点として残っているというふうに思います。したがって今回どういうアンケートをするかとか、あるいはその1ヶ月で1人いくつまでっていうふうに申し上げて、そういった使わないけど持っておくっていうようなことをできるだけ避けるっていうことになるかというのは、ぜひ2回目に向けて考えなければいけない点だと思いますが、全体の評価として心配していた、うまく使えないんじゃないかとか、あるいは、その結果として間違った判定、特に陽性が頻発して、偽陽性が頻発して、検査が混乱するんではないかという、従来言われていた心配については、ほぼなかったと見ていいんじゃないかと。したがって先ほど、ルール説明しました無症状の方を、なんとか捕まえたいという社会的ニーズに対して、この実験が有効に使えないかと、使えるんではないかという仮説については引き続き社会実験としては有効であるという判断をして2回目に向かいたいということになります。でこうやって心理的な効果として非常に安心できたということが市民からの回答のほぼ9割以上を占めましたので、市民の皆さんにはこれは受け入れていただいたと
で一方で医師会からの指摘もあるように、これを安心材料として行動が緩んでは意味がないというのはもうご指摘の通りなので、そこの呼びかけをしっかりやった上で2回目に向かうと、まあ、そういうふうに今判断をしているということであります。他にはいかがですか。すいません、すいません、医師会の原田正宏ですけれども、このような、まあ、社会実験というかですね、まあ、実験はどこでもやってないわけです、少なくともこの国では。だからそのシステム設計においてどういうシステムを組んだらいいかっていうところも誰も知らないわけです。ということで第1回目の、まあ、チャレンジはですね、いわゆる一般的に言うところの、これいいですか、あくまでも私の個人的な解釈で、これ医師会の解釈というふうには捉えないでください。原正宏個人の解釈です。いわゆるプレリミナリーな実験、すなわち 本実験をする前に、本実験のシステム設計をするためにちょっとチャレンジしてみようと。でチャレンジしてみて、そこで本実験をする際の課題を抽出する、それが今回の第1弾の社会実験だったんだと思います。で同時にですね、まあ、市長も説明されましたように、現実的にこの6月中旬から7月中旬までの間に当県域で検出された陽性例は1例です。でやる上でですね、もし本当にたまたまのタイミングでこのキットで1例引っ掛けたとか2例引っ掛けたとかって言ったら、それは引っ掛けたないということで、そこそこの評価というのはついてくるのかもしれませんけれども、それはそれ、まあ、しかしながら繰り返しになりますけど、やっぱりプレリミナリーな実験として本実験のシステム設計に役立てば、そこをまず一つの、ファーストステージの実験としての役割は果たせたと。でその中でやっぱり重要な、これ極めて重要なポイントですから繰り返しになりますけども、一般の方々がこういうキットを取り扱えるのかと、それは検体採取の部分も含めて、自発的に、やってくださるのかというところがすごく大切なところで、やっぱりやってみるとですね、手を挙げてくださった方々の意識は高いということなんです。先ほど100分の1と言ったんだけども、でもそれも活動性の高い世代ですので、そういう方々がもう少しですね、100分の1から100分の10とか20まで、5000キットが2万4000になりますので、うん、そこまで広がっていったときに、やはり水際対策としての実効性が次のステージでは上がるかな。で同時にこのプレリミナリーの実験をぶつけていく時期としてはですね、本物の、感染連鎖が起こっているような時期だとやっぱりなかなか混乱を起こすかね、冒頭でも、市長も言った、例えば偽陽性がね、山ほど出ちゃって、陽性、本物陽性もいっぱい出てるんだけど偽陽性もいっぱい出てきちゃったみたいなことがもし仮に起こったとしたら大混乱ですので、だからやはりプレリミナリーの実験のステージとしては今回の少し静かなタイミングが合っていたんだろうと、こじつけのような意見かもしれませんけどです。で同時にこのステージでやったのは、ここで判断して少しシステムをより確実性の高いシステムにして、やはり8月のお盆にぶつけたいというのが言い出しの本音の部分でもあると思います。それと振り返れば、やはりこの県域ないしは全国もそうですけれども、感染爆発が起こったのは1月正月ですので、8月のお盆に、さらにシステムを見直したものをぶつけていきながら、配ったキットに対してもですね、1月の正月に向けて、手を挙げてくださった方には、例えば1回きりで報告があったら縁きりではなくてですね、縁はずっとつなげていくよと、キットを持っている限り縁はつながっていくよと、必ず言い出しに報告というような形でやっていっていただいて、同時にですね、システムの改善をお願いする場合もですね、そういう情報が相手につながるようにすれば、8月のお盆で社会実験ができて、さらにステップアップされた社会実験をされて、でやっぱり最も嫌な1月に対してですね、さらにステップアップされた社会実験がですね進んでいけば、この県域の水際対策、逆説的に言うとこの県域を守るという
感染防御がより堅牢になっていくんだろうというふうに推察をすると同時にですね、期待をしております。以上です。いいですか。では大変ありがとうございました。そういう意味で市の資料の8、この事業の社会的価値というところで地方都市の水際対策としての可能性というのがあります。で、まあ、そのこの先のことなんですけれども、飯田下伊那という、まあ、一つの地域で、まあ、その地域内での往来っていうのも多いわけですよね。そうすると飯田市だけではなくて飯田下伊那というようなことに広げた方がいいんではないかなという気もするんですが、将来的な展望というのは何かあれば。今回こういう形で報告がまとまりました。また社会実験、第二弾として取り組んでいくということも飯田市として決めました。ですので、今日の資料をもってですね、次回の広域連合会議では飯田市としてこういう取り組みをしていくので、ぜひ県域全体としてやりませんかという話をしていきたいと思います。他にはいかがでしょう。飯塚さん。中日新聞です。1回目の社会実験の方で伺いたいんですけど、確認なんですが、使われたキット数は1514個ぐらいあるんですか。配った数から未使用を引けばいい。はい、アンケートの結果からですね、はい、アンケートの中に、使用した個数はいくつですかという項目がありまして、1個から4個というものがあるんですが、その合計を一致してきますと1514個という数字が、出てきたということであります。で、これが、まあ、アンケートを返していただいた方の中での集計ですので、先ほど言われたようにお盆のためにきっとこう、まあ、アピールしているとか、あるいはその、使ったんですけどもアンケート返していただいたなのかというのがちょっと、そこは判明しませんので、それこれが全てとは思いませんけども、アンケートの結果から導き出された数字はこの数字である、そういうことです。じゃあアンケート回答者が未使用でまだ持っているものの数がこれというアンケートの回答者というか、アンケート返していただかなかった方もいらっしゃると思いますので、その方も含めて、使われていない数がありますけれども、使った数についてはアンケートを返していただいた方での使用数はその数だという、そういう。アンケートを答えてない方の未使用キットはどういうふうに把握されたんでしょうか。アンケートを答えていただかないとか、アンケートを答えていただいた方の数を集計するとそれですので、その残ったものについては未使用、あるいは使ったけどもアンケートを返していたが、どちらかになるかというふうに。つまり未使用キット総数が3409かどうかわからないですよね。そうですね。これを全部未使用とした場合はそうなるんだと、そういうことです。わかりました。今回のこういう実験の実際に市民の方が検査できるかであるとか、そういったデータは他には今までなかったということで。こういう形で、市民の皆さんを対象として検査キットを配布して、やっていただくというのは、他の、市町村でやっている事例がないというふうに把握しています、ですので、まあ、初めてということになるかと思います。いろんな法人とか、まあ、そういう単位で、製薬会社の方で行う、まあ、実験に参加する、治験に参加するっていう例はあったようふうに承知してますけれども、一般の市民の皆さんに対して、配布してっていうのは、おそらく他に例がないだろうというふうに把握しています。自治体が、市民向けに無償配布で、したよという例がないと言っています。はい、まあ、ないという証明難しいんですけど、我々が調べる限りではなかったと。あ、今回のその、配布対象者っていうのが実際にその県域外との行き来があった総数に対して、まあ、総数把握は難しいと思うんですけれども、十分ターゲットに対して行き渡ったと評価されているんでしょうか。
行き渡ったかどうかというのは把握が難しい、母数をどう取るかという話がありますけれども、今回そういうエピソード、往来をしたというような事案があって、ぜひ検査をして不安を解消したいという方々に対しては、配布ができたものと思います。というのは5000個用意したものの配布実績が4923ということなので、配布してほしかったのに、足りなくて手が届かなかったっていう方は基本的にいらっしゃらないという状況だと思いますので、そういう往来あるいはそういった事例があって、だけど、検査ができなかったということはなかったと思いますので、必要として検査やってみようと思った方には届いたものというふうに思います。原先生ですが、今回使ったキットの、例えば信頼性のようなデータっていうのはあるんでしょうか。一般的に今回使用したキットは、国がですね、医療用として認めたキットですので、そういう意味では国のお墨付きです。そういうところでこう信頼性は国が認めているんだというふうに大雑把に理解をしてください。例えばこのキット PCR もそうなんですけど、医学的にはいろんな説明の言葉が出てきます。特異度であるとか、そういうのが出てきますので、そういうものを述べ始めるとやたら分かりにくくなります。だからあえてそれは私は述べませんが、そういうふうに国が認めたキットであります。で、国が認めたキットはですね、国が指し示すような使い方で使わなければ、それは国の認可の使用状況の中では認可違反になってしまいます。で、その使用される方法というのは、例えばCOVID-19、 コロナ感染症ですね、そのガイドライン、治療ガイドラインであるとか検査ガイドラインというのが国が発出してくれています。厚労省のサイトを見れば分かりますけれども、そこで言うとこの、今回使用したキットが使える条件というのはそこに明記されています。こういうふうに使えと。逆に言うと今回は、無症状者に対して言い出しが配布するという行為自体がですね、国がこういう条件で使えっていう枠組みから逸脱はしているんです。だからそういう意味では果敢なチャレンジ、厚労省とかですね、果敢にですね交渉する中で、こういう事業にチャレンジしていったというところも含めてですね、これも個人的な意見ですけど、非常に感服敬服をしますし、自分たちの命と自分たちの財産は自分たちで守らなかったら誰も守ってくれないんだぞということではないでしょうか。私が言いたいのはですね、災害対策という表現があります。例えば危機管理でも、見える災害対策、地震、雷、火事、ヤギ、最近だったらやはり豪雨なんでしょう、土砂崩れなんでしょう、見える災害対策は相当整っておりますよね。しかしながら見えない災害対策は全くこの国には整っていませんでした。ですからそういう意味で言うと、見えない災害対策というのは今地道に歩きながら作っている最中だと思うんです。事前に揃えられておりませんので。で、同時にこの新興感染症、まさに新興感染症であって、私たちは約1年前ぐらいまでは そんなに知識はありませんでしたけれども、世界中が一生懸命研究した結果、相当の知識量が上がってきています。ウイルスの、ダイナミクスというかですね、ウイルスの構造から始まってというものも分かってきていますので、そういう中でどういうふうに取り組んでいったらいいのか。ですから当初の感染拡大抑止の取り組みが少しずつやっぱり違う方向を向いてきている。で、そういう意味ではスライド集の10ページにあった和歌山県のですね、ウイルス量がいつ増えるのか、発症前に増えているんだろう。で、最近の、ね、7月に発表されたネイチャーの雑誌においてもですね、ウイルス量が最も多くなるのは発症前1日から3日前だというふうに、ネイチャーという極めて科学的に信頼性の高い雑誌の中でもそういうふうに報告をされております。ということで、やっぱりこのウイルスは非常にステルス攻撃能力が高いと。ですからそのタイミングでみんな症状が出ていませんので、
症状が出ていないときに、症状が出てしまえば皆さんだってそうでしょう。他の人にうつしたいと思う人はほぼいませんよね。だけども無症状であったらやっぱりそういう意識もないわけです。すなわち無邪気なんです。私はこういう表現を使いますけれども、これ誤解が出ると困りますけど、無邪気なスプレッダーなんです。発症してしまったら皆さん無邪気ではいれません。ですから無邪気なスプレッダーの方には、その方々に責任はないんです。だけども感染が起こったりクラスターが出た時にはやっぱり誹謗中傷というものが今でも流れますよね。やはりそういう方々も守る、で権益も守るという結果も、この権益の中の経済が回せる、丘の上のバルを行える、そういうような権益にぜひともなるために、やはりチャレンジは必要なのかなというふうに理解をしていますし、そのためにこれも繰り返しで申し訳ません。やっぱり皆さん方の立場のような方々にこそしっかり理解をしていただいて、しっかり皆さん方のニュースを見ていただく方にですね、お伝えしていただきたいというふうに心から感じております。以上です。ありがとうございます。今のキットの説明で国が医療用に認めているもので、信頼はできると考えてよいということです。これ今回使うキットも同じものと受け止めています。同じキットで、今回使うキットは国は医療用というふうには認めておりません。でその情報開示はいずれですね、当然のごとく飯田市はこのキットを使うという方向性を持っているわけですから、そのキットに関する情報開示も飯田市は当然する責任はあると思います。それがなければ医師会にですね、監修をしてくれと言われても医師会自体が監修はできないということになりますの で、その中で私もある程度お話は聞いておりますけども、そこのキットはですね、実は今回使ったキットと性能的には大雑把に言いますよ、ほとんど変わりません。遜色ないです。それが1点で、もう一つはですね、その、キット開発会社はなぜ医療用に上げなかったかというと、その開発しているグループ、実はですね、多くの医療機関も入ってるんです。すでに皆さん方が聞いたら、こんなすごいっていう医療機関も入ってるんです。実際にコロナ対策の最前線に立っている医療機関も入ってるんです。そういう方々が使い始めているとか使っていて、でなぜ医療用に使ってないか、指定してないかというと、やっぱり無症状の方とかに使ってもらいたいからなんですよ。国は無症状の方に医療用というものを使うことを公的には認めておりませんので、ですからあえて、そのような使いにくいような状況にならないように、このグループは考えて、医療用の適用を取ってはいないんだそうです。そういうことも含めてですね、飯田市からは情報開示は、必ずあると思っておりますが、市長が続きを取ると思います。今の原先生の説明尽きていますけれども、医療用ではない形のものが、より我々常時自体が一般向けに扱うには扱いやすい、医療用ではない方が扱いやすいということで、その社会実験1と同等あるいはそれ以上の結果が得られるものというのを先生方の知見をお借りして、選定をしたということであります。ですので具体的な、製品名については後々開示をしますけれども、今の原先生の説明で理解していただければと思います。すでに広く使われていて、もう実績からも十分専門家の信頼性が担保されているということですね。専門家という表現はなかなか難しいというかですね、そのグループに所属している医療機関は極めて専門性の高い医療機関です。だからそういう意味では専門家だと思います。でも専門家というと国に指名された専門家とかそういうふうに誤解されるところもありますので、その国の指名とかを受けている専門家ではありませんけれども、極めて専門性の高い方々です。
よろしいですかね、この際。ごめんなさい、2回目の社会実験の方で伺いたいんですが、その2回検査を受けるというところを以外で、何か第1回と具体的な変更点を決めているとか、伺いたいんですが。はい、まだ検討中なんですけれども、まあ、配布方法ですね、1回目は基本的には郵送で配布をするということで、今回 の, 2回目の検討も、検討というか2回目のペーパーもですね、郵送等で行うというふうに書いてはありますが、アンケートの 内容を今日詳細版というか自由記述のものもお付けしていますが、これを読んでいただくと、身近なところで必要な時に入手できるようにできないかっていう記述が相当数あります、まあ、そういったものにどう対応できるのかということを2回目を実施にあたっては考えたいというふうに思っています。またアンケートの取り方についてもですね、回収率が非常に低かった部分もあるということもありますので、そういったところについて見直しが必要だというふうに思っています。ありがとうございます。もう一点、その医療関係者の方からもご指摘があったという、この安心することでも逆に感染対策気の緩みが生じるんじゃないかという部分に対しての対策としては具体的に何か決まっているものはありますか？そうですね、配布にあたって今までも制約といいますかチェック項目っていうのを入れてるわけですけれども、そこのところをより行動の抑制といいますか、例えば、県の方からも往来があったあと1週間は、そういういろんな行動を抑制しましょうっていうことが出てますけれども、そういったものがちゃんと遵守されるような呼びかけを、どういうふうに徹底するかっていうのを検討して、やっていただけるような行動誘導を、配布とセットにするっていうのをぜひ徹底していきたいと思います。ありがとうございました。他にはいかがですか？はい、しました。下の前新聞の藤田申します。確認なんですけど、1回目の未使用のキットは引き続き使えて、で報告義務があるということででしょうか？はい、そういうことになりますので、多分機関室の方にもですね、お盆の時期にはこういったことはないのかというのはかなりありましたということは、客観室とその時期に使いたいと思っていらっしゃる方いっぱいいると思いますので、そういう方に使っていただきましたら、引き続きアンケートの方を出していただけという呼びかけましていきたいと思います。分かりました。あと、先ほど質問と関わるんですけど、未使用キットが多かったっていうことで、第2回の実験ではその申し込んだものはしっかり使ってもらうっていう、使わせる具体的な対策はどのように考えていますか？先ほども申しましたように、やはりそのお盆の時期に取っておきたいというその心理がですね、働いたと思うんですね。で、今回は、年度末までの事業とさせていただきますので、例えば、今のうちに、をもらっておいて、それを例えば年末年始の時に取っておこうとか、そういうそのことは今回はなくなるのではないかというふうに考えておりまして、当然その、あとその申し込みの時にですね、必要な分を必要な時に、必要なだけ申し込みくださいという呼びかけもしっかりとしていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。他にはいかがですか？増田さん。すみません、朝日新聞です。この、社会実験を行うについて、この地域の人口規模だとか、他の地域との往来のしやすさであるとか、逆にその何ていうか、この社会実験にこの地域が向いてたみたいな、そういったことはないんでしょうか？一概には言えないかも分かりませんけれども、例えばいわゆる首都圏と言われて頻繁にこう頻繁にというか日常的に通勤をするっていう地域でこれをやろうとすると、対象者を絞るっていうのは非常になかなか難しいですけれども、この地域の場合は、そういう意味で言うと感染拡大地域のとの往来っていうふうにやっ
ったときに、対象者は、まあ、絞り込みがある程度可能であるということが、一つこの実験をやるには有利な条件になっていると思います。他にはどうでしょうか。はい、橋本さん。すみません、 NHK の橋本と申します。遅れで、先ほども、検査キットのことなんですが、改めて前回使えたキットが今回使えない理由って、ごめんなさい、もう一度教えていただいてよろしいですか。まあ、使えないというか、まあ、使わない理由ですけれども、先ほど原医師会長からもあったように、医療品、医薬品をこういった社会実験で使うっていうのはかなりチャレンジングなところがあるわけですね。そういった意味で医療医薬品ではないもので同等の性能があれば、ぜひそちらを使ってみるということに、今回2回目の方としてはやってみたいということであります。で、加えて1回目のキットよりも、まあ、安価であるということも今後継続的にやっていくことを考えると非常に重要な点で、この安価なキットが同じ同等の効果が得られるということが、この社会実験で確認できれば非常に今後にとっては有効だというふうに考えています。ありがとうございます。先ほどのその社会実験報告書の4ページにも、一応県の方からそういった指摘があったということを受けての対応ということでもあるんですか。そうですね、先ほどの使いやすさという意味で言うとですね、そういった制約がまあない方が使いやすいわけですので、今回はそちらの制約がない方を選択しているということです。すみません、ここの2ページ目にも、そういった今、抗原検査のキットっていうのは、そのドラッグストアとかインターネットでも安価なものが売られているということで、国の方も利用を注意するようにというふうに指摘されているというふうに書かれてますけれども、まあ今回は、まあ、安価であると、またその同等 の効果を得られるっていうのは認めたってことですけども、その辺の何て言うかな、その安全性とか、その辺っていうのは、今市販で売れてるものと違いとかっていうのは、どうなんですかね。まず、検査キットの安全性って何だってことだと思いますけれども、おそらく誤判定をする、そのことによってその人が誤った行動を取るっていうのが危険性。検査といった場合には危険性だと思いますけれども、そういった意味で判定結果 感度が、医薬品と同等だというのは認められているものを選んでいるということになる。まあ、それが検査における、まあ、安全性は確保されているというふうに判断をしているということになります。医薬品っていうことは、要するになんか治療行為とか、そういうことだと思いますけども、その薬っていうのはやっぱり安全性っていうのはあると思いますけども、検査キットについての、まあ、安全性っていうのはやっぱり誤診断といいますか、そういうことだと思うんですね。したがって今回は、まあ、コロナウイルスの、まあ、ウイルス量の判定ということになりますけれども、その判定の、まあ、感度が、医療として認められているものと同等というふうに実験結果で出ているものを選んだと、まあ、そういうことで、安全性については確保されていると思います。ありがとうございました。他にはいかがでしょう。はい、増田さん。すいません、今の点のところで製品名後々公表するというようなお話でしたけれども、そこが何ていうか、なぜ今は公表できなくて後々ということなのか、むしろ実験ということで始める前に、公表した方が、一般の方も安心できるのではないかという考え方もあるかと思うんですが、そのあたりをいかがでしょう。すみません、報告書の方のですね、4ページにですね、実はもうすでに、記載をしておりまして、今後使う社会実験についてはですね、ウェルサイン社株式会社のコロナウイルス安全研究、こちらの方を使っていくという
ことで予定をしております。あの当然これあの記事報道で出ても構わないということでよろしいでしょうか。構わないと思います。はい、これはあの一般向けということですが、すでに例えば薬局などで市販されている製品でしょうか。市販はされておりません。あのこういったことでですね、実験あの他の地域でもやってるところありますけど、こういった実験ですとか、そういったそのに使うということで、のこの日本語です。そうそう、まあ独自のルートで入手する、直接取引というような形で入手するということになるわけです。個人の方、あの私どもネットで、会社の方に連絡を取らせていただいて、そこからあの始めたんですけども、個人の方には確か販売はしていないものだというふうに。はい、他にはいかがでしょう。伊塚さん。ただあのこの実験の意義のところなんですけれども、これをやったことでその、まあ、安心感であったり社会的活動経済活動の、まあ、活性化であるとかにもつなげたいという目的もあると思うんですけれども、それとその、まあ、原さんともおっしゃっていた、まあ、安心感から、社会活動を活発にしてしまう不安もあって、結局は1週間は求められているエピソードがあればですけれども、求められている抑制をしてほしいということだった、その間の、まあ、矛盾みたいなものもあるかなとは思うんですけれども、そのあたりいかがですか。この地域に感染が拡大していないということが大事なんですね。で、あのエピソードはあるけどこれをやったらあのどうぞ自由にということがしたいわけではなく、この地域の中での感染をいかに防ぐかということで、先ほど申し上げ説明しましたように、あの無症状の段階で捕まえない限りは、どうしても防げないと。でその無症状の方を捕まえる手段として、簡易検査キットを使って、頻繁に検査をする、エピソードのある人を重点的に検査をするっていうことができるとすれば、今までだったらどこにそういう人が潜んでいるかわからないという、その不安を減少することができる、結果としてこの地域の中 の、まあ、あの感染が、まあ、抑制されているという状況が、まあ、市民の皆さんの中でですね、安心感が広がることが、地域活動の活性化にこう つながっていくということなんで、あのこれを使ったらあのその後はご自由にっていうわけではない、そこがそのやりたいことではなくて、この地域の中で知らないうちに感染が広がってしまうということを何とか防ぐ、でそのことであの過度な自粛を、しないで済むと、まあ、そういう流れですね。ありがとうございます。あと今回の実験で偽陽性はまあなかったということなんですが、偽陰性については何か認識ございますでしょうか。はい、これがまさにあの、まあ、偽陰性、陽性なのに陰性として判定されてしまったものが、結果としてその感染源になってしまうんじゃないかっていう、まあ、心配のことですけれども、これはもう何て言うんですか、検体をちゃんと取れるかどうかというところが始まって、偽陰性の疑いというのは最後まで消せないというふうに思います。したがって今回の実験の中で偽陰性があのなかったというふうにはとても申し上げられないと思いますし、これから先もあの偽陰性の可能性というのは常にあると。でしたがってこの、検査2回にしたとしても、検査で、陰性だからといってそれは陽性を保証する、陰性を保証するものではないからこそ、ちゃんと行動を抑制をして、エピソードがある人は行動を抑制をして、やるということをセットにしないといけませんねと、まあ、そういうふうに理解をしています。ごめんなさい、最後に1点、あの先ほど正月の感染の拡大の話があったんですけれども、その念のため確認なんですけど、その際感染の拡大は正月の検疫外との人の出入りが原因だ と見ているという認識でいいんですか。1月の今年の1月の感染拡大ですか。はい、はい、全ての感染例がそれ
と言い切れるかっていうのは我々の情報だとちょっと限られてますけれども、少なくとも医師会医療界の認識としては県域外との往来があった方を起点とした感染拡大というふうに評価をしているということなので、まさにこの来年の1月にそういうことを招かないためには、その往来のあった方、エピソードの方の感染をいかに捕まえるかというのがポイントだというのが先ほどの医師会との話だと思います。ありがとうございます。他にはよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして第3回臨時会告示日記者会見を終了させていただきます。お疲れ様でした。市民の皆さん、マスクをしたままでの会話をお願いします。